先日、光造形 3D プリンターのエレグジュピターを導入しました。大きなものを出力することができるのがメリットですが、小さなものを出力するのにはあまり向いていません。そこで、エニーキュービックの光造形 3D プリンターであるフォトン M3 を導入してみました。届いた箱はこちらです。開梱して中身を出していきます。中身を出し終わったところです。ビルドテーブルの高さ調節など初期設定を行います。以前に光造形の 3D プリンターにおすすめ、ビルドテーブルに磁石で鉄板を取り付けてみたという動画を公開しました。フォトン M3 でも鉄板をつけて使うことにしますので、その部分の手順も含めて紹介します。ビルドテーブルに貼られている保護シールを剥がします。ここからの手順は鉄板を使う場合のみ行います。鉄板をつけるための磁石のシートから接着面を保護している紙を剥がします。ビルドテーブルに磁石のシートを貼り付けます。磁石に鉄板をくっつけます。ここまでが鉄板を使う場合の作業です。この後は鉄板を使うかどうかに関係なく行う作業です。ディスプレイに貼られている保護シールを剥がします。電源を投入します。ツールズ、ムーブ Z のメニューで Z 軸をある程度上げます。ビルドテーブルの4箇所のネジを六角レンチで緩めます。ビルドテーブルを本体に取り付け、ネジを締めます。高さ調整用の紙を本体に載せます。ツールズ、ムーブ Z、ホームの順に画面をタップします。ビルドテーブルの高さ調節が行われます。ビルドテーブルを手で優しく押さえて、高さ調節の紙に密着させます。4箇所のネジを六角レンチで締めます。メニューを一つ戻って Z=0 をタップします。セッティング Z=0 のメッセージに対し Enter をタップします。セッティング OK と表示されます。 Enter をタップしてビルドテーブルを上げます。ディテクションのメニューで紫外線が正しく出るかどうかを確かめます。レジンタンクを取り付けます。出力のテストとして定番の 3D ベンチを出力してみます。エニーキュービックフォトン M3 にはスライスソフトとしてエニーキュービックフォトンワークショップが付属しています。光造形用スライスソフトではチトゥボックスが定番ですが、それとよく似ています。 3D ベンチを読み込みます。急に広い面を出力することがないように全体を傾けます。ビルドテーブルから少し浮かせてサポートをつけられるようにします。サポートを自動でつけた後、サポートを追加したり削除したりして全体的に調節します。このような状態で出力してみました。レジンタンクにレジンを流し込みます。出力するデータを選択します。出力が始まったところです。出力開始から2時間ほど経って、ようやくビルドテーブルにくっついている部分が見えてきました。超早送りで再生します。
無事に最後まで出力することができました。ビルドテーブルから鉄板を外します。 3D ベンチーの船の形ができています。出力された船を鉄板から外します。サポートを外して、サポートがついていた部分をヤスリで磨きました。きれいに出力することができています。それでは、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけると幸いです。